Give Love。 はい、どうももっちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はちょっと斬新な、アングルで、お届けしております。あ、こうしたいのか。ウォーキングを、してます。今ね6時ぐらいかな、そう6時ぐらい、なんですけれども、歩いてます。いや、今日はですね、今までのアレルギー問題の、まあ、最終回ということでね、最終回ということは、まあ、どういうことなのかというと、結果出ましたよというお話をしたいなと、思います。まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、話を振り返っていくと、そう、6月ぐらいからですね、まあやっぱ体調がとにかく良くなくて、で、そう、あんまり起きれない。その仕事に行きたくても体が、まあ、起き上がらないみたいな、そういう状況が続いていました。これ人に見られて恥ずかしいね。まあそういう中でいろんなことを試したんですね。覚えてますかね、ハブ酒を飲んだりとか紹興酒飲んだりとかした時あったじゃないですか。結局まああれって僕の中では効果がなかったんですよね。で、まあいろいろやってるうちに、まあちょっと体に異変が起きたというか、さらにその去年と似たような症状というか、手足がしびれ出して、まあちょっと動かしづらくなったりみたいな、もうまだし、もう純粋にも体の倦怠感がすごくて、運動することもまあできないみたいなね、そういう状態がまあ続きました。で、そうですね、その間っていうのはもう仕事に行くのも本当にきついというか、まあ、立ってるのもきつくて、ただやっぱ仕事は休めない、まあ、当たり前じゃないですか。なので、まあ言っても、その僕の場合連続で働くことってそこまでないので、1時間2時間とか、まあ、やったら家に帰って寝て、でまた時間が来たら行って、っていう感じで、もう終わったらすぐもう速攻倒れるみたいな、まあそういう生活を、続けていました。で、まあなんかその自分の体を見た時に明らかにおかしな点がいくつかあったりして、ちょっとこれはまずいなと、まあ思ってですね、いろいろ試してはいたんですけども、なんか良くなる時もあれば、またすぐ元に戻るを繰り返して、まあ要はそのなんか良かった日があっても、これは一生続くわけじゃないかなとか思って、結局はダメだったんですよね。あれ、これ上に行けないの？あ、行けねえんだこれ。すいません、一人で。これどこに繋がるんだ？っていう感じで、まあ、過ごしてました。そこで、まあ、気づいたのが、あれですよね。何かを食べたら、体に失神ができるというか、急になんか、体が動かしづらくなったりとか、いうのがあって、まあ、それで、ちょっとすみません、暗くなりますよ。はい、暗い。あ、あ、でも意外に、お、すごい、なんか、あれですね。音響効果すごいですね。僕らはおよすごいね、ここ桜桜今咲き誇る、あ、いや、ちょっと待って、これ、いや、
ばいねこれ。桜の花びら。あ、やば。すいません。後で衝動動画にしよう。ただ俺これ、え、どうやったらこれ戻ってこれるの？まためっちゃ雨降ってきたな。まあまあ、すいません、めちゃめちゃ話しそうじゃないですね。まあ何の話してたんだっけな。ですね、結局、まあ、結論としてはそのアレルギーを疑っていろんな食材をやめたりとか言ってたじゃない、乳製品やめたりとか卵やめたりとかナッツをやめたりとか言ったと思います。ただ結局それしたってやっぱ数日不調が続いてるわけですよ。うん、じゃあなんで今こんなに朝から元気なのかという話なんですけれども、お、これいけるかな、ちょっと怖いけど、あ、これ怖いな、いけるかな、いや、やめとこう、怖い、あ、すごいいける。まあ正直昨日もあんまり体調良くなくて、まあそんな中その昨日は一つお休みが入ったので、まあ昨日は一コマしか行かなくてよかったですね。その間ずっと寝てて、でカエルがいっぱいいるな。うん、田舎ってすごいな。で、まあ過ごしてたわけなんですけども、夜に結局その昨日って教室の日程を決めないといけない日だったから、そのバシバシやり取りをしないといけないんですけども、パソコンも見れんし、もう文字も打てない、書けない状態になっちゃってたもんで、ちょっと待って、カエルの数が多すぎる、見えるかな、あ、見えないで、まあそれで何て言ったらいいのかな、あ、もう無理だってなってたんですけど、ふとねその原点に帰ってみようって思ったわけです。原点に帰るとはまあどういうことかっていうと、まあ温活をするっていうことなんですけど、温活っていうのはまあ体を温める、僕はもう生まれつきではなかったはずなんですけども、まあある日を境に冷え性になってしまって、特に末端足とか手の先の方がね、かなり冷えるようになってしまってまして、まあそれのせいでうまく体調を整えられないっていう状態が続いていました。まあ、そんな時に生姜と出会ってね、皆さん何度も見たことあると思いますけど、僕がお茶を、生姜紅茶を飲んでる姿をね、でもちろん今も飲んでるんですけど、そういうことじゃなくて、生姜紅茶っていうのは生姜のまあそのなんて言うんだろう、成分って言うんですかが結構その作り方によって変わるんですよ。すりおろしたやつとか乾燥したやつとかあってね。で最初はずっとすりおろしたやつを使ってたんですけど、なかなか体温まらないなと。で調べたら生姜は乾燥させると成分が変わると。すりおろしたものっていうのはその体内にある熱を循環させる能力を持っている。乾燥させたやつはその新たに熱を作ることができると言われていてここでまあその生姜を使い分けましょうねと言われているんですけど、よく考えたらその僕の場合その最近きつかったのは首から上に熱がこもって本当に気を失いそうになるような感じだったんですね。もしかしたらその熱を作るというよりは溜まった熱をその循環させた方がまあいいんじゃないのかなと思って、
昨日ふと、まあ、思い出して自宅にあった生姜をすりおろして、まあ、飲んだんですよ。そしたらこうバーッと汗をかきまして、その瞬間体調が戻ったという感じで、昨日の夜はだからもうねめちゃめちゃ喜びました。わー、このなんだろう、いつもの感じだと、体がねもう重いだるい感じがなくなったので、まあそんな感じで嬉しくて早朝から、この有様ですいやていうかね、そうよくよく考えると、例えば4月に行われた発表会の時とか、僕丸一日誰よりも動いてたとか、そのあそこにいる人たちの中で多分一番体力があった、そんな俺がこの数日間で動けなくなるわけがない。で具合悪かったはずなのに、この前のその何ですかね、そうですね、ちょっと人が来たんで、ちょっと待ってね。島村学さんの発表会も丸一日あったんですけど、まあ、大丈夫だったんですよ。それどころかもう夜まで遊びに行って、でしかもまあ付き合いもうそこら辺にあるもの全部食べちゃったんですよね。食べすぎて、うん、でも大丈夫だった。結局その演奏してる時とかっていうのは、まあこの前のチャチャタオの時もそうですけど、体温が上がるんですよね。やっぱりエネルギー使うんで、まあそれで多分大丈夫だったんじゃないかなって思いました。だから結局結論としてはいいですか。じゃあこの問題数ヶ月続いた答え出します、アレルギーはないやっぱアレルギーないです僕ただ体温を調節できていなかったっていうのが、まあ、全ての答えだと思います。はい、だからやっぱりちゃんと運動して、まあただ食事はいい勉強になりました。食事をちょっとしっかり見直して、そしてすりおろし生姜を飲んで体を発汗させて熱を循環させようと、これで、とりあえず一通り落ち着いたので、ほっとしました。もう今日からその寝込むことはないと思いますね。なんだろう、ちょっと待ってくださいね。そもそもまずきつくない。今までだったらもうそのベッドからもう起き上がれなかった。昨日もそのベッドから起き上がれなかったんですよね。でも寝るしかできないじゃないですかっていうところで、まあ大変だったんですけども、まあもう大丈夫です。もうだってかれこれ30分近くは歩いてますよまあ多分着く頃には1時間ぐらい経つんじゃないかなと思うんですけど、全然平気です。そう簡単にね受け込むわけにはいかないですよ。いやでもなんかほっとしてます。もう怖かったです。やっぱもうこの年になるとそのいつ何が起こってもおかしくない年齢なのでね、覚悟はしてるんですけど、でもこれでまたまだやれるなという気持ちにさせていただいたので、遠慮なく頑張らせていただきたいなと思います。ご心配していただいた皆さん、本当にありがとうございました。もう大丈夫です。気持ちいい。
本当にありがとうございます。ちょっと調子取りました、はあ、なんで走っただろうね。ということでね、とりあえず元気になりましたので報告をさせていただきました。ちょっと今のやらなくてよかったですね。日曜日のお祭り、僕にとってその忘れられない思い出の場所、鳥栖での演奏なので、いや本当頑張りたいなと思ってますんで、ぜひお近くにお住まいの方は応援に来てくれると嬉しいです。疲れた。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼します。